ビットコインここのラインを割れたら2万9000ドルまで落下する可能性があります。皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回は今すごく市場が弱気相場に転換していますけども、ビットコインの相場について主にやっていきたいと思います。でビットコインについては今ハッシュレートっていうのはすごくいい状況で回復してきており、前回の暴落っていうのもとある国の暴動がきっかけで政府が電気を強制的に使えなくして、その影響でマイニング業者がマイニングできなくなり、ハッシュレートが下がって、その影響で4万8000ドルぐらいから今の価格帯まで暴落したっていうような感じで言われています。でそのハッシュレートっていうのも現在今回復してきていますので、まあ相場感的にはすごい弱気なんですけども、これから時間をかけてでもどんどん上がっていくとは思いますので、その辺をちょっと詳しくですねこの動画でやっていきたいと思います。なので今仮想通貨市場注目されている方は必ずこの動画最初から最後までご覧ください。そしてこの動画が分かりやすいと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、そして動画の前になんですけども、今現在私の LINE 読者の方限定で今後10倍以上のリターンが望めるアルトコインというのを厳選して3種類お伝えさせていただいております。それに加え今すごく市場が盛り上がっている IEO、IGO、IDO などプロジェクトのみを紹介する LINE というのも新しく立ち上げさせていただきました。こちらの方では私がより厳選したプロジェクトのみを皆様に紹介していきますので、本当に少額からでも莫大なリターンを得られてくる可能性が非常に高くなってくるかなと思います。なので仮想通貨で一発当てて大きく稼ぎたいと思われている方はぜひお気軽に概要欄からこの2つの LINE というのをご登録よろしくお願いいたします。はい、それではやっていきたいと思います。まず画面に映っているのはこれチャートではなくハッシュレートの分布になってくるんですけども、まあ、そもそもハッシュレートって何かっていうと、ハッシュレートっていうのは計算回数のことですね。まあどのくらいビットコインのネットワークが計算されているかっていうのを、まあ、このグラフ化したものになるんですけども、まあ、こちらはトータルのハッシュレートにはなってくるので一概にビットコインだけっていうわけではないんですけども、ただまあこうやって見てもらうと、ここの大きく下落しているところが中国のマイニング業者撤退のところですね、から一気に下落して今どんどん右肩上がりでハッシュレートが回復していって、今現状ですね一番高いところを抜いている状況になってます。で、まあ、冒頭で言っていたとある国っていうところがちょっと今ソースの記事を出すんですけども、はい、こちらですね、抗議デモ発生のカザフスタン、インターネット遮断で仮想通貨のハッシュレートに影響かっていうことで、まあ、これでさっき言っていたことなんですけども、まあ、完全にカザフスタンでデモが起きて、でそのデモに対抗するように政府がもう電気を使えなくしたんですよね。でそうなった時に、で電気を使えなくなったことでカザフスタンにあるマイニング業者がマイニングできなくなって、でハッシュレートっていうのが一時的にストーンって落ちたので、まあ、それを見ていた投資家とかがですね、まあ、リスクオフで逃げていったというような、まあ、イメージになります。 100% これのせいっていうわけではないんですけども、まあ、ほとんどこれが影響してるかなと思います。はい、じゃあまたちょっとハッシュレートの分布に戻るんですけども、まあ、それくらいハッシュレートっていうのはすごい重要視されているんですよね。でこのハッシュレートっていうのはさっきも言ったように計算回数になってくるので、まあ、例えばこのハッシュレートが高ければ高いほど、まあ、多ければ多いほど、計算回数が多ければ多いほど、ビットコインのネットワークが信用できるっていうことになるので、まあ、単純にビットコインのネットワークの信頼性が高いイコール価格っていうのは上がっていきやすくなるんですよね、おのずと。で、まあこれが 100% リンクしてるかっていうわけではないんですけども、まあ遅れて大体上がっていったりはするので、下がるときは大体リンクしてるんですけども、上がっていくときっていうのは、まあ、じわじわですね、このハッシュレートの分布値のように上がっていくかなと思います。なので、まあそれこそ史上最高値の7万ドルとかも、まあ、今年中には普通に戻ってくるんじゃないかなと私は思ってます。はい、じゃあそれを踏まえてというとあれなんですけども、今ビットコインの15分足ですね、こちらドル建ての15分足のチャートに戻ってきました。でこれまあ見てもらって分かる通り、今ここの水色のボックスですね、高値がもうこのラインでもう完全に止められている状況になってます。まあ今見てもらっても分かる通り、はい、ちょっと拡大するんですけども、もう全般的にこの辺とかっていうのは全部もうここの水色のボックスのところですね、範囲内で止められていますし、ちょっと前のもうこれ今日の朝方のところなんですけども、全部まあ綺麗に落とされているということになります。で、一応ですね、ここに200日の EMA があるんですけども、ちょっとこれもうちょっと太くしますけど、はい、ここに水色の EMA、200日の EMA があります。で、これも今までずっと15分足で見た時っていうのは、まあ、この下落があってからずっと下
にいたんですよね。下に潜っていたんですけども、今ようやく、まあ今下がってきてしまったんですけども、この200日の EMA の近似値のところまで上がってきてくれました。一体はまあ上がってたんですけども、まあレジサブ転換やはりできず落とされて今の価格っていうことにはなるんですけども、これから上に上がっていってくれればですね、もしかしたらこの魔のボックスのところ、まあ4万2000ドルぐらいからこの4万2800とかですね、くらいを抜いてくれるんじゃないかなと思います。で、一応この割れちゃいけないラインっていうのがここなんですよね。4万700ドルぐらいのところになります。で、なんでこれ割れちゃいけないかっていうと、はい、これちょっと見てほしいんですけども、まあ、ちょっと見づらいかもしれないんですが、大暴落した時ありましたよね。ここの足になるんですけども、初め値が5万ドルから1時間の間に4万829ドルまで落ちたんですよね。まあ、1時間の間っていうとは、まあ、語弊があるんですけども、この数十分ぐらいの間で、まあ、5万ドルのとこから4万829ドルまで大暴落しました。そっからまあリバウンドがすごい強かったんで、まあ、安心かなっていう感じだったんですけども、まあ、単純に1万ドルくらいの幅ですね。まあ、1万ドル以上なんですけども、実際はもうちょっと上から落ちてきてるので、まあ、単純に下落が始まったここの5万7000ドルぐらいから見ると1万7000ドル落ちてようやく止まったラインっていうのが、まあ、ここの4万700から4万800ドルぐらいの付近なんですよね。なので、ここを割れるイコール、まあ、それこそ、すごく信用されてたサポートラインっていうのを割ってくるっていうことなので、まあ、いよいよ本当にもう一気に、割れた途端にですね、一気に暴落してくる可能性っていうのは全然あり得るかなと思います。で、テクニカルの今話をしてるんですけども、テクニカルで見たときっていうのは、これほど、まあ、信用されてるサポートラインっていうか、まあ、これだけ大きく下落して、止まったラインっていうのは基本的にはかなり厚いサポートラインになってきます。で、それを踏まえて見ていっても、今まあ1時間足で、はい、ここのラインっていうのはかなり試してますよね。はい、ここなんですけども、まあ1時間してみても単純に4、5回くらいは下を試して今全部上に跳ね返ってきています。なので、まあここが本当にもう最終防衛ラインといったような感じなんですけども、本当にまあここを割れてきた場合はちょっと長い足で見るんですが、個人的にはちょっと強いところで3万8000ドルぐらい、まあ3万7000ドルぐらいかなに一応サポートっていうのはあるんですけども、まあ、単純にもうそこまで落ちるんだったらここですよね。この2万9000ドルぐらいですね、ここのところ、はい、ちょっと今ライン引いたんですが、ここまで来る可能性っていうのは全然考えられます。なので、ちょっと今現物というか、まあロングで持ってる人とかはちょっと注意してほしいんですけども、まあ、単純にこの2万9000ドルまで落ちてくる可能性っていうのは全然あり得るので、まあ、ちょっと注意しておいてください。逆にこの今のさっきの防衛ラインを割れたところでショートに入っていくっていうのはすごいいい、まあ、戦略かなと思います。で、現物買いたい人は今の価格帯でも買っておいて、さらにもう一段下げてきた場合っていうのはもうほんと一気に落ちると思うので、まあ、そこでまた買い直すっていうのもまあいいんじゃないかなと思います。まあ、なので、まあ、ここの4万800ドルから割れた場合っていうのは、最初に止まるであろうラインっていうのはだいたい3万7000ドル付近で、まあ、ここ割れてくるといよいよまあこの2万9000ドル、まあ、一気に行くかわからないんですけども、大体の確率で2万9000ドルくらいまで落ちてくる可能性があります。で、ここ割れることは相当ないとは思うんですが、まあ、割れた場合っていうのは2万ドルくらいまで落ちていってもおかしくはないと思います。まあ、ただテクニカルの可能性的には2万9000ドルくらいで止まる可能性は非常に高いと思っているので、もしそこで2万9000ドル付近まで落ちた場合は、ボラがすごい激しくなると思うんですが、私もちょっとロングでですね、レバレッジかけて、ちょっとついていこうと思っています。はい、それではちょっと今朝方撮ってるんで、すごい簡単な相場解説になってはしまったんですが、まあ、おおよそですね、今のビットコインの動きっていうのを説明させていただきました。で、今後もこういった感じで相場解説だったりとか、最近だとさらに IEO とか IDO とかの動画も上げていますので、まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録して、なるべく私が最初の情報を上げていくので、すぐに見れるようにしておいてください。で、冒頭でお伝えしたように、私直通の LINE っていうのもご準備してありますので、こちらの方で私を LINE で登録してもらって、お気軽にメッセージ送ってみてください。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。